こんにちは、柴田です。千葉管楽器に今日は来ております。はい、よろしくお願いします。マイスター大崎です。マイスターです。今日はですね、はい、以前フェルナンデスのストラトを僕が弾きに行った個人工房というか、うん、秘密基地があるんですけども、はい、まあ、塩さんという方がやられておりまして、今回ですねアメリカのオーダーメイドギターを持ってきてくれる。おいいですね。アメリカに発注かけたんですよね、要は。どうも塩です。そうですね、前からインスタとかで見てて、でスルーネックメインで結構作られてる工房で、はい、個人の工房なんですか。そうですね、で作りたいなみたいのでオーダーしたって感じですね。ちょっと気になりますよね。そう、気になりますね。なんかワイルドな作りなんじゃないかっていうふうに個人的にはすごい思ってて、まあ言い方変えたらちょっと雑とかっていうところもあるのかなと思うんですけれど、日本って結構こうやっぱ繊細じゃないですか、オーダーって。そうですね、細かいですよね、ここはどうだって。それがね、アメリカのはどんな感じなのかっていうのをぜひぜひありがとうございます。いただきたいなと思います。じゃあ早速見させていただきましょうか。はい、着手。じゃ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 んじゃん。マイスターすごくないですか。すごっ。もう作ってますね。お、軽い。スルーですね。すごいスルーですね。ポールリード風。もちろんギブソンのダブルカッターウェイ。はい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 。良くて。で24フレットにしたいって言って頼んだんですけど、だいぶ感情が違ってます。いやでも雰囲気は出てますよね。やっぱりシュッとしますよ、くびれが。やっぱり24になってる分かなり食い込んでるじゃないですか。それでまあボディ形状がだいぶ下の方にグッと下がってる、はい、でポールリードスミスに近くなってるなって感じはしますけど、ポールリードスミスよりはここ浅い感じですもんね。ポールリードね、ここ長いんですよ、あれはサウンドで決めたらしくてですね、弾きやすい弾きにくさとサウンドのバランスがいいところがサウンドポイントだったらしいです。後ろから見るとリッチリッチ感がすごい。あ、そうですね、これリッチの本当背中にそっくりですね。かっこいい。魔法とセンターがメイプルと。そうですね、魔法メイプルで、ここに魔法が挟まってるんですかね、エッグは。そうです。ここをパネルが、パネルキーになってますね。あ、すごいこれ、はい、これ大変なんですよ、作るの。これ細かくないですか、作り、結構なんか繊細な作り、結構繊細な作りになってますね。ぴったり作るの大変なんですよ。これインレイは何ですか。ウッドインレイっていうんですか。そうなんですよ。ウッドが違うのが入ってるんですか。はい、指板がちょっと茶色っぽいですけど、エボニーらしくて、まあ、エボニーはちょっと種類、幅を種類というか、まあ、そのエボニーと指板の入る具合で言われました。であとクルミ、クルミが入ってるんですね、これね。で本当はここのあの工房さん、ヘッドこれじゃなくて、もっとなんかカブトムシみたいな、はい、僕ツイッターでなんか上げてんすけど、こんな感じの格好じゃないんですよ。だけどちょっと マジュニア系じゃないですかこれ。でも全然バリもないんですよ。リバンのサイドもじゃあすごい丸いかっていうわけではないんですが、けど全然いいですね、最低限ちゃんと。あ、全然張りがある、ね、うん、張りがあります。いや、全然いい感じですね、生なりは、うん、いいです。ピックアップは何ですか。リンディ・フレーリン、おー、それもオーダーして。マジか、生なりをちゃんと出すタイプのピックアップなんで、ハイアウトプットって結構へちょっと出力高め、24フレットだし、ちょっとハードなの弾けるようにと思って、はい、出力高いやつにしたんですよ。ピックアップ結構低めにセッティングされてるんで、ちょっと狙ってる。はい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 。あえてね。あえて、多分。じゃあ、ちょっと鳴らしてみましょうかね、アンプ。これはなかなか、生なりはいい。生なりはかなりいい、引き締まってるし、でそのしかも広がりもある。ジャックも、ですね、ギブソン系ではないですね、この丸いタイプ。あ、そっか、本当だ、傷があった、はい、
ちょっと違いますね。どうしてもプレートが割れちゃうので、あ、はい、このタイプなのかもしれません。逆にそのもし引っ張られた時に、そこのプレートだけ破損してくれるっていう考え方もあるので、木ごといっちゃうか、木ごといっちゃうか、まあ、若干やっぱちょっとこもってる。広くなくギブソンとの間って感じです。あ、ギブソンほどこうズシンっていう感じでもなく、もうちょっとミッドハイよりというか、そうですね、ちょっとハイエンドっぽい感じの雰囲気が少し、うん、ギブソンとかよりは、うん、でポール・リード・スミスよりは、こうちょっと狭いギュッとなっていて、うん、あのポイントが決まってるやつなので、うん、扱いやすい気がします、ね、うん、バンドの中でも扱いやすい気がします。狙ったのであれば本当に100点、そうですね、そこ狙ったのであれば狙ってるなという感じがします、うん、狙ったんですか。そう、そう、まあそういう風に伝えたわけじゃないですけど、作り方の、まあ、思考がそういう感じなんでしょうね。そこなんですね、ピンポイントで。やっぱ24フレットなんで、そういうヘビーメタ弾きたい、X とか弾きたいっていうのはあって。これ生音結構いいです。いや、生音結構いいんで、もっとレンジ本当広めな感じかなと思ったんですね。ピックアップもリンディーだって言うから、でも全然想像とは違う感じの。これリンディーのピックアップの出力弱めなのやると結構ヴィンテージ寄りなサウンドになりそうな予感がします。ギブソンの C、C フォームグリーンっていうのが好きで、で、はい、1回持ってて手放しちゃったんですけど、やっぱりそのギターの色にしたいと思って近づけてもらったんですけど、なかなかレアなカラーなので、うん、USA 製のフローダギター、1年かかりました。1年待ち。でもオーダーの1年だったよね。まあ、うんうんうん、だと思います。まあ楽しみな時間じゃないですか。そう、1年間、うん、支払いも2回とかでできるんで、気になる方はオーダー調べてみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。